構想はあったんですけど、それをまた編集で崩すと思うんです、めちゃくちゃ。なんでもしかしたらこれは入れない方がいいなっていうのも生まれる可能性もあるし、一旦型は作ってるんですけど、それ通り一応取ってはいるんですけど、多分崩すます、いつも崩してるんだよ。だからこっちもドキドキっす。カレドスコープはざっくり言うと失われた童心を取り戻そうっていうふうな、テーマっていうかね、なんかそういう世界を見たんですけど、いけるかな、いける、大丈夫、危ない、大丈夫、いい感じの顔をしてもらえると思う。もうちょっといいか。OK、 ありがとう。見どころは、でもあれじゃない、あの倉庫で撮っためっちゃ頑張ったカットはもう確実に見どころじゃない。まあ、ちょっといろいろ工夫して撮ったところがあって、意外とそれが人力っていう。ギュンギュンおぉギュン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 すげえ。回りきれば、回りきればいける、いける、これやりたい、天才的だ、最後これでいきたい。できる前に、まあ、想像してるから、まあ、曲のイメージ先行で、まあ、酔いつぶれた人たちが見た夢っていう勝手なテーマを、勝手なテーマに、そういうことだった。そう、じゃあ回ったから、二人向こう行ったりこっちこう、なんかぐるぐる回って、君の顔全然なんか曲のテーマフェードとちょっと違うっていう。あ、まあ、うん、あのカオス感、カオス感、まあカオス感、なんか不思議感、うん、もちろんドラッグストアっぽい、はい、ていうかまだできてないからなんとも言えない。これからもうちょっとここ、こうしようぜがもっと生まれてくるから、正直まだまだ未知数、うん、だけど。お楽しみにって。カレドスコープお楽しみください。デコリコタンタでした。バイバイ。バイバイ。